さあ、ここに戻っていきまして、今回はちゃんと正義のルートがこっちやったんやな。つまり、カレンちゃん側を選んで正義のルートだったんやな。手上げたって、でも一周目。私の手は動かなかった。でもこれが神谷君もそれを望んどったってことがやけんさ、そういうことなんだろうな。この二人の笑顔、カレンちゃんな、こんな笑顔してくれる時あるんやって思うぐらい、こっちの世界に生きてからカレンちゃんこんな笑顔見たことないよ。多数の圧力で何かを変えるのは私の正義ではない。自分でも驚くような意見だった。その瞬間にふと神谷君の本質を理解できた気がした。神谷君が探しているのは、より多くの人を幸せにするための道。みんなのために正義をなすことももちろんあるが、必要ならば悪にもなれる。数の暴力に頼ることもある。その場その場の状況に適応しながら、多数のための最適な道を探し続ける。みんなのためなら何だってしてみせる。それが政治家であろうとしている彼の譲れないあり方なのだろう。そっか。だから、絶対普遍の唯一の正義を探す私とは根本的に違っている。私は、私の目指す正しさを自分で見つけ出せなくてはいけない。神役に頼るでもなく、数に頼るでもなく、私が目指す正義とは何か、それを考えなくてはいけない。よく言った。それが人形を脱出する唯一の道かもしれない。私はこれまで神谷君に全てを求め、神谷君を当てにして自分で答えを探すことをしなかった。怠慢は罪だ。私は罪を償うためにも、新たな自分を探し飛び立つべきだ。神谷君の隣という居心地のいい場所を捨て、自分の正義を見つけ出す。そっか。神谷君は小さくうなずくと、どこか晴れ晴れとしたような笑顔を浮かべ、澄んだ瞳を私に向けた。神谷君も認めてくれたんだな。諸角がそう思うなら、それが正しいよ。でも、ローがすごいきつい目で見てるけどな。その瞬間、私の中の何かが弾けた。瞳が熱を帯びて、私の感情を支配した。これをずっとどこかで求めていたような気がする。認められてほしかった。彼のこの言葉を、今この瞬間、私は初めて神谷君という人と対等に向き合うことができた。そんな気がした。私はずっと神谷君の目に映りたかった。だから彼のそばにいた。それなのに距離は遠ざかっていくばかりだった。でもそれは当たり前のことだ。従うことしかできないお人形は、決して人と対等な関係を結ぶことはできないのだから。そのぶち壊しにする映画が、チャイルドプレイって映画なんですけどね。神谷君は絶対的な存在なんかじゃなかった。私と同じ人間だ。そうだよ。神谷信者、神谷信者言ってるけどな。神谷君だって人間なんだよ。あ、言ってるの俺だけだけど。線の細い彼の体は今には倒れてしまいそう。みんなの理想を背負い続けた彼の心はきっともう限界なのだ。これからは私が彼が背負い続けてきたものを少しでも、そのために私はお人形であることをやめたのだから、新たなる一歩です。ああ、でもこうなるんだね。私は莫大な情報を握らされていた。あ、じゃ、莫大な情報にさらされていたが、失っていた記憶が、何を聞いたって思うんだよ、これ。ように、なだれ込んできたのだ。
記憶を取り戻す中でようやく納得した。私の行動は正しかった。ずっとこうしたかったのだ。ああ、私はなんてことを。あ、でも一瞬目消えるときに諸角なんてことをできないことを言おうっていうの気がするんだ。なんか私なんてこと言おうって言おうって言おうって一瞬目。これごめんなさいごめんなさいごめんなさい二階堂さん、ごめん。あ、カレンちゃんもなんか悲しそうな顔している。ああと、いつの間にか私のそばに来ていた二階堂さんは私を見つめると目を細めて優しく首を振った。まるで諸角が何を言いようとしているか分かったのような感じ。その仕草にはどんな思いが込められていたのか定かではないけれど、少しだけ救えたような気持ちになった。本当にごめんなさい。消えるのならば最後に神谷君にこれだけは絶対に伝えなくてはならない。消えてるのこれ。あ、まだ消えてないですね。おっぱい大きいですね。わあ、消える。神谷くん、私知ってました。知ってて、でも好きでした。愛が愛を叫んでいる。か細い声でも。知ってるっていうのはやっぱり女の子であることかな。そしてキャラクターは神谷君になった。なぜこの顔なのだ。なぜこの顔なのだ。もうちょいマシな顔あったのか。あったんじゃないのか。何が起きたんだ。ここに来るんじゃ。猫持ってここに来るんじゃ。で、神谷君はわからないからこんな反応。ああ、神谷君の視点を下に向けたらさ、やはり諸角がどんだけおっぱい大きかったかがわかるな。諸角が消えてしまった。ああ、アマゾンとかでパソコン頼んだ時とかに一緒に段ボールに入ってそうな感じのやつが。多数決を拒否した後に、ガラス細工が壊れるかのように、割れるかのように砕けていなくなってしまった。まさか、なんで、どういうことだ。俺は、こんなことを望んだわけでは。いやー、うまくいったな、神谷。よくやったよ。軽薄な声に、頭に血が昇った。こいつは、俺を騙して、ああ、騙されてたんや。神谷くんも。次は計画練り直しって言おったもんな。諸角が手を挙げたルートだったら。そういうことだったんか、ローは。ローはここまで読んでいたのか。おい、ロー、答えろ。諸角はどうなった。あ、知らねえよ。自分で考えろ。何が自分で考えろじゃん。お前分かってるような感じだったな、お前。どういうことだ。話が違うぞ。俺はただ諸角を解放してやりたかっただけなのに。諸角はずっと俺を信じていた。俺のことを正義の権化だとでも思い込んでいた。いや、多分さ、神だと思ってたと思う。神だと思ってたと思う。だからそんなのは間違いだと教えてやりたかった。神谷祭はただの政治家で正義なのではないと。俺から解放してやり、そしてこの世界からいち早く逃してやりたかったのに。なのにどうして砕け散るんだ。記憶を思い出させてやればこの世界から無事に出られるんじゃなかったのか。まさか影山もこうして消えたのか。神谷君、その声にハッと終わりに変える。けどこれが実は世界から脱出する方法だったりするんかな、なんて。今はそんな奴のことなんていい。説明して。あなたにとっても今の状況は予想外だったのは分かった。けれど
動揺している暇があったら隠していることを全部教えて。でカミングアウトするんよな。そうすれば私たちにできることが思いつくかもしれない。このあたりがさ、渋谷隔絶神谷くん、往生際が悪いわよ。今はそんな場合じゃないことくらいわかるでしょ。アラブルカレンちゃん、冷静になれたわけじゃない。しかしいつまでも取り乱したままなのは神谷祭として正しくはない。そうだ、こうなったらせめて情報を渡してやろう。ローの計画を伝え、その目論みを破綻させてやらなくてはならない。計画を知っとんやな。ローの様子は僕が見ているよ。すまなかった。支えてる時さ、ちゃんと守ってよ。話すよ全部。一周目支えたよ桜井くん、一周目支えたよ。二周目やけんさ、守ってよ。消えた人はどうなってるんだ。わからない。それはわからんって言おうたな。わからないってなんだよ。あ、この叫びも一周目で聞いたな。こんな感じの顔だったんじゃ。そりゃそんな顔になるような。無責任じゃないのか。桜井くん、今はまず神谷くんの話を聞きましょう。止められます。それで神谷くん、あなたは一体何を隠していたの。そうだよな、何を隠していたか。隠し事なんて山ほどある。めっちゃあるもんな。できれば全て隠しておきたかったが、そういうわけにもいかないだろう。俺はかつて黒の世界にいたことがある。まずこれが一つ目のカミングアウト。驚くのも無理はないと思う。でもおそらく投獄は気づいていたと思う。それってまさか。投獄が言っていただろ。バラシハ事件、バミューダトライアングル、アガサクリスティの空白の11日間。バラシハ事件ってね、ちょっとヤフーで検索してみたらね、全く検索出てこなかったわ。バラシハ事件ってフィクションの話やな。さすがにフィクションの話だったわ。日本の一家消失事件。この一家消失事件がさ、実はあの渋谷隔絶東京クロノスっていう小説版の内容だからね。俺最近ようやく読み始めてね、70何ページぐらいまで読んだような。ちょっとネタバレになってしまうと、あの投票があってね、投票で人を殺していくような話なんやけど、一回目の投票が終わったあたりのページやったな。そう、消失した一家は俺の一族神谷家だよ。消失してしまうんやな。小説読む前にこれ聞いてしまったら 消滅してしまうもんなんやなってなってしまう。小説ちょっと最初の方読み始めとうけんさ、ちょっとそうなってしまうんやなってなってしまうんやけど、ブラシハ事件に比べ一家消失事件の方は知名度が低い。理由は日本であることだと、あまりにも行方不明者が多すぎたこと、そして政治家である俺の父が各メディアに圧力をかけたことが原因だ。待て、え、父親、うん、今から十数年前、神谷家の屋敷にいた全員が行方不明になった。警察の懸命な捜査も虚しく、誰一人として見つかることはなかった。神谷家の一族とそのスタッフたちは、黒の世界に閉じ込められたのだ。そしてその世界で提示されたミッションに踊らされ、彼らはお互いを監視し、疑い始めた。わあ、これが小説版の内容と合致してくるんじゃ。なるほどな。要はゲームから小説に入って、ゲームやってから小説読み始めた人っていうのはさ、このミッションって何なんだろうなみたいな感じに思っとっただろうが、で小説読んでよくようやく分かったみたいな。なるほどね。疑心暗鬼の歯止めは効かず、誰が味方で誰が敵なのか、
すらわからなかった。敵味方に分かれて殺し合い、時には味方同士でも殺し合う。その果てに生き残ったのは俺とお父だけだった。ほうなんじゃ。ってことは小説版もそういう展開になるんじゃ。俺全部読めてないんです。あの時クロノス世界で神谷の一族は殺し合った。うわぁ、殺し合い。俺はまだ小さな子供だった。今でもクロノス世界のことを思い出すたびにおえつが止まらなくなる。俺の父親は政治家だからね。犯人が父親のことを狙っていたのは一目瞭然だった。みんなが疑心暗鬼になって殺し合った、はあ、たくさんの人が死んだ。人を人とも思わず罵り合うその様は吐き気がするようなものだった。まさに一周目のゆうちゃんのとの二人きりになるエンドみたいな感覚だったんだろうな。そして母は俺をかばって死んだ。生き残ったのは俺と父親だけだった。そうなんじゃ。うわぁ、早う小説読まなあかんなって思われる感じになってきたや。その後事件は政治家だった父がマスコミに働きかけて隠蔽した。これが神谷の力だよ。怖かったんだ。犯人探しを始めることでみんなが疑心暗鬼に陥ることが。でもよう考えたらこの辺りだいたい一周目と一緒か。あんなおぞましい事態を二度も引き起こすわけにはいかない。だから俺は犯人探しを避けクローン世界での長期滞在計画を進めようとした。ああ。おかしいわ。何が？なんて言ったっけ一周目。おかしいって一体何が？神谷君、かつてあなたがクロノス世界にいて、なんて言ったっけ一周目。大変な思いをしたことは分かったわ。同情するが。でもクロノス世界の経験があるのだったら、いつもの神谷君ならなおさら冷静に犯人を見つけようとしたはずよ。できるだけ早くみんなに被害が出る前に。それなのにあなたは露骨に犯人探しをはぐらかしていた。今のあなたの様子はおかしい。あなたはまだ何かを隠している。そうだな。何を。俺はいつも通りだ。嘘をつかないで。ああそうか、そういうことが。そうやった、そういうなこと言おったな一周目を。あなたは何者なの。ああこれしてちょっと喋らなあかんようになってきたんやな。そうじゃった、そうじゃった。やめろと心の中でつぶやく。その先は言うな。俺が俺として作り上げてきたものが壊れてしまう。助けてくれロー。あ、絶対助けてくれない顔だ。だが懇願したところで無駄だろう。それで喋り始めたんだったな。そうか、話すしかないのか。そうだったな。俺は全てを諦め告げた。俺は神やサイではない。とは言っても俺は君たちがよく知っている神谷には他ならないんだ。俺は間違いなく君たちの幼馴染の神谷だ。神谷、一体何を言ってるんだ。ってなってしまうよな。そりゃ困惑するのも当然だと思う。正確に言うなら俺は神谷ではあるが神谷サイではないんだ。わかりにくいな。内容分かってる俺が聞いても分かりにくいなって思ってしまうよな、これ。はっきり言う。神谷サイは、俺の兄だ。クロノス世界で死んだ。俺の本名は、神谷サイ。サイの妹だ。おう。
さえ、そう呼んだ母の声を覚えている。俺は父と使用人の間にできた子供だ。かつて俺はサエと名付けられた。けれど今では俺をサエと呼ぶ者はどこにもいない。かつて だって父がそう望んでいたからだ。政治家は男ではなくてはならない。そんな旧来的な価値観に縛られていた父や有力支援者たちは、俺を死んだ跡取り息子として育てることにした。サエではダメだ。女ではダメだ。それは多数が望む姿ではない。だから俺はサエなのだ。結局多数のために神谷サエを演じることになった。神谷家の使用人で愛人だった。母から生まれた隠し子だ、うん、これを聞かされたらさ、本当に小説版は早い読まなくていう気分にさせられますよね。黒の世界で死んだ後継ぎ神谷サイ、その身代わりとして隠し子である俺はうってつけだったんだ。性別が違うなんて神谷家の力の前では些細な問題だ。二階堂、確かに君の言う通り、神谷サイとしての自分であれば、クロノス世界の経験をみんなに語り、すぐさま犯人を割り出して始末していたと思う。神谷サイは政治家で、政治家には最大多数の幸福を追求する義務がある、うん、そのためにはマイノリティは切り捨てなくてはならない。本来の俺であれば、多数を救うために一人の犯人を見つけ出し葬らなくてはならなかった。でもクロノス世界に戻った途端に、なぜかサエとしての自分を思い出してしまったんだ。懐かしさかな。いや、サエの方が省かれたという方が適切かもしれないな。そうして俺が残った。サエとしての自分だけが。この世界ではミッション遂行に余計と判断されたものは省かれる。政治家の跡取り息子、多数派の王である神谷サイを消された結果、サエとしての自分が表に出てきてしまったのだろう。そうなんじゃ。だから様子がおかしいだったんやな。具体的に説明されるのはこれが初めてじゃないかな。サエとしての俺はサイとは違い、政治家でも改革者でもない、多数派の味方でもない。ただ友達と仲良くしたいだけの人間に過ぎない。そうか、具体的にはこういう感じだったんやなって。大切な幼馴染の中から犯人を見つけ出し、その人を殺さなければならないなんて、今の俺には耐えられなかった。だから俺は状況を停滞させることにした。みんなで共同作業に勤しむ、親睦を深め、犯人探しなんてどうでもよくぐらいになるぐらいの心地よい場所を作ることにした。牢や東国からの働きかけさえなければ、俺たちは本当にここで何十年と共同生活を続けていたかもしれない。確かにさ、ユリアちゃんが犯人のカレンちゃんを隠すルートに持っていた時はさ、本当に何十年と生活してしまったもんな。脱出した者は誰もいなかった的な。そういうことだったのね。やっと納得。この世界でさ、何十年も生きるとなったらどんな感じになっていくだろうか。今まで隠していて本当にごめん。失望されただろうか。今まで学園であれだけ選ぶっていた神谷祭の中には、こんなに弱く優柔不断な中身が入っていただなんて。人間なんて弱い部分はありますよ。
それをさらけ出して本当の意味での仲間になったとは思うけど、状況が状況、そんな状況ではなかった。怖い。自分がどう思われているのかが怖い。今の俺は人前に立つ器ですらない。サイの真似を必死にこなしていただけで、この世界での俺は一人の子供でしか。いいえ、謝る必要なんてないわ。むしろ謝るのは私の方。ごめんなさい。焦ってたとはいえ、私の追求はあまりに無神経だった。神谷君は内面がどうであろうと、神谷君、そんなの分かりきったことだったのに。ああ、的確に心に癒しがもたらされるような言葉をカレンちゃんは喋っていた。は仲間で信頼し合うこの3人を横目に、ローがすごい嫌気がさしたみたいな顔してるな。複雑なことはわからないけど、そこに神谷がいるなら何だっていいんだ。ずっと一人で抱えて辛かったよな、神谷。ここでようやく弱い神谷さえを受け入れる本当の仲間ができたかもしれない。桜井は笑みを浮かべていた。優しいのに力強い。昔の桜井の表情によく似ている。どんな神谷だろうと、僕は受け入れるよ。どんな神谷だろうと受け入れる。桜井はそう言った。それはつまり。弱くてもいいのか。サエとしての俺は何もできないよ。本当に弱いんだ。諸角の消滅を目の前にした今だって取り乱すことしかできなかった。諸角、みんなを導くことができない自分に価値なんてあるのだろうか。価値を証明できない神谷に存在理由なんてあるのだろうか。違うよ、今の神谷は弱くない。いや違うな、弱いから強いんだよ。弱いから強い。その言葉をかつてどこかで聞いたことがある。ああそうだ、あの日神社で。神社。俺は生徒会長としてこれまで幾人もの生徒を切り捨ててきた。いじめをした者、犯罪に手を出した者、他の生徒の学習を邪魔する者、生徒だけじゃない、時には教師や部活の指導者だって家の方から圧力をかけて学校から放り出した。学校という場所を推進していくためにそれが必要だったから。お前ほんまにすごいことやってるな。思いっきり偉いことやってきてるんだな。綺麗事だけではトップの役目を果たせない。俺は俺のやるべきことをやっているだけだ。今更何も感じない。神谷サイは冷酷な人間だから。なんかちょっと諸角みたいに思い込みが入ってるところがあるな。そのはずなのに、時々辛くなってしまうことがある。罪悪感に押しつぶされそうになる。悲しくて泣きたくなる。一度その手の感情に支配されると、俺はいても立ってもいられなくなる。これはサエとしての自分はまだ残っとるという証拠だな。変わりきれてないんだよ。それだったらさ、いっそのこと変わらない方がまだマシかったかもしれない。そんな時、俺は人気のない場所を訪れ、一人で悲しみの涙が過ぎ去るのをやり過ごす。その日も俺は神社の石段に座り涙を流していた。
泣きながら先日追放した生徒のことを考えていた。万引きをした生徒を俺は転校まで追いやった。追い込んだ。やいよだな。頑張っていた部活の大会に出場できず、彼は激しく泣いていた。自業自得だ。泣くくらいなら最初から悪いことをしなければいい。けど彼の涙を思い出すと、俺の胸には悲しみが満ちた。申し訳なくてたまらなくなった。わあ、どんどん神谷くんの中の弱い字、神谷くんがどんどん出てきてるわ、このチャプターは。こんな内面をここまで表してくるか。おやつが漏れる。こんな姿をお父様に見られるわけにはいかない。涙が止まるまで時間を潰す必要があった。どうして俺はこんなに弱いのだろう。いや、違う。弱いのは俺じゃない。俺の中にあるさえだ。こいつさえいなくなれば俺はもっと強くなれるのに。無理だ。それさえがさ、本来の自分なんだから無理だ。それは神谷。あ、京介くん。突然の声にビクッと声を上げると、そこには桜井が佇んでいた。桜井、なんでここに。ごめん、様子がおかしかったから後をつけたんだ。僕の尾行術なかなかのもんだろ。そんなことでそれを女の子のストーカーに使うんじゃないぞ。なんで得意げなんだよ、このストーカー。言っちゃったもんね。確かに。でも泣いてる友達をほっとくやつよりはマシだろ。許可も取らずに桜井は大人に座ってきた。桜井は時々ズーズーしい。普段はちゃんと人の気持ちを察してくれるのに、こちらが一人になりたいときは限って絶対に一人にしてはくれない。しばらく無言の時間が流れ、ふと桜井が口を開いた。何があったか聞いてもいいか。聞いちゃう。いくら相手が桜井だろうと、政治家の息子として人に弱みを見せるような真似はしたくなかった。けれど俺の口は半ば勝手に動き、言葉を紡いだ。これはサエの感情なのか、サエとしてなのか。この間素行不良の生徒を強制的に転校させたんだけどさ、あいつ泣いてたんだ。この学校にいたいって。なのに俺は容赦せず悪魔って、そう言われたよ。実際俺は悪魔みたいなものだよな。悪魔かっこいいじゃん。なっちゃうよ悪魔。そっか、神谷それで悲しんでたんだな。何を言ってるんだよ。悲しいわけないだろ。俺は正しいことをしたんだから。正しいことをするのにも心が痛むもんだよね。お父様も言っていたんだ。腐ったみかんを取り除くのが政治家の役割だって。そこの悪いあいつらがいなくなったおかげでクラスの雰囲気も良くなったし。だから悲しくなって。最大多数の幸福のためにいらないものを切り捨てるのは俺の役割だ。役割を嘆いてはいけない。そんな弱さは断じて神谷サイにはいらないものだ。知らないよ、神谷のお父さんの言葉なんて。僕は神谷の話をしてるんだ。何が正しかろうが、神谷が悲しいなら泣けばいいんだよ。涙を我慢してるとどんどん弱くなっていくぞ。涙をこらえる方が弱い？何を言ってるんだ。涙をこらえた方が強くなれるに決まってるだろ。いや、泣けるやつじゃないと泣いている人の痛みはわからない。
痛みのわかるやつが一番強いに決まってる。一番傷ついてそれでも立ち上がったやつが強いんだよ。本当にお前は不思議なことばっかり言うな。泣くやつの方が強いか。その瞬間、胸の内が晴れやかな気持ちで満された。だって涙の数だけ強くなれるよって歌詞あるからな。なんて曲だったっけこれ、忘れた。俺は小学校の頃の曲だな、忘れたわ。ずっと嫌悪していた自分の弱さを桜井は強さと言って肯定してくれた。自分心がみなぎってきた。自分を何も否定しなくていいならもう何も怖いものなんてない。それはなかなか魅力的な強さだね。気づいたか。けど俺はやっぱり泣かない方の強さを目指すよ。いろいろ事情があってね。それがや神谷君の正義なのだね。そうか、神谷がそう言うなら僕は応援するよ。けど神谷、ん？辛くないか？辛い？まさか。お前はずっと俺と一緒にいてくれるんだろ？なら辛くなんてない。俺の代わりにお前が泣いてくれればそれでいいよ。なんかちょっと BL の波動が出てる気がする。桜井は、桜井たちは、俺がサイであろうと、サエであろうと、肯定してくれる。どっちがどっちかなんて、どうでも良くなってしまうのだ。だって、桜井たちの前では、どちらも正解なのだから。8人でいると、心地よかった。家庭にも学校にも、これほど安らげる場所はなかった。あんなに大事な場所だったのに、あんなに大切に思っていたのに、俺たちはどうして離れ離れになってしまったのだろう。俺は何かをなくしてしまったのだろうか。何か、いや、違う。何かをなくしたのは俺じゃない。桜井だ。気づいたな、妹のことに関して。ちょっと気づいてきてないのか。そうだったのか。思い出した。ああ、ここで思い出したな、そういや。こんな流れで思い出したやな。神谷くんのさ、言って説明した内容がちょっと、もっと具体的に見えたと思ったら、こう展開だったんやな、思い出したってなったんは。できれば全てを詳細に伝えたいが、そんな時間はないだろう。体が発光している。どうやら俺もこの世界から消滅するらしい。あ、消滅しそうになったところで刺されたんじゃ。で、刺されたまま消滅した感じなんだろうか。その前に犯人の名前だけでも。おい、神谷。思い出したってなんだ？教えてくれ！桜井、もう俺には時間がない。過酷な真実かもしれないけれど、聞いてほしい。犯人は桜井君、右のやつ注目しとけ。来るぞ。あー、ずっぶり。身の毛がよだつような音と同時に脇腹に違和感を抱いた。一瞬遅れて激しい痛みと鋭い熱が全身を走り抜けた。させねえ。血が出ている。牢に刺された。視界がぼやけ、意識が遠のいていく。見とけって。桜井が見とけって。あ、死ぬか。せめて、その前に一言だけでも。桜井、よく聞いて。声をちゃんと出せているか、自分ではよく。分からなかった。
に書いたわ。全部覚えてる。言い終わるのと同時、全身から力が抜けた。知っていました。ああ、神谷くんの、神谷くんを表す一言か、これが。これがか。何かもかも知っていた。しかし、自分で背負い続けとったんじゃ。これがあれだな。喋ったことで、嫌な方向に向かっていくかもしれないっていうことの重大さ。弱い自分を知られたくなかったんやな。